そもそもは、アカデミーの改革案、まあ、改革スクラップビルドしていこうって話があって、今の学長来た時にで、なんか改革案出してよって言われたんですよ。でその当時まだ僕30代じゃないな、もう40代なりかかったかな。でまあ、あのダンゴムシとかプレーパークはもう始まってたんですけど、なんかこの人たちだけじゃもったいないよな、で森ともっといろんな人がつながったら楽しいよね。でここの施設もすごくいろんなものがあって、なんか使い切れてないよね。練習林もあって、要は歩ける距離で山から木を切って切り出して加工して暮らしのものを作るまで全部完結してるっていう場所って多分ここぐらいしかないのかなと思っていて、全国でもで学、しかもそれが学校っていう場所の中 でこんなのを作ったらいいのかなと、ぼやぼやっと僕の中にもあったんですよね。こんなこうみんなマルシェもしたり、いろんな人が来たりとかとぼやぼやっとしてたら、ドイツの連携協定を結んでたんです、ドイツの大学と。でその関係で僕ドイツの、いろんな現場に行った時に、たまたまそのシュトゥットガルトの町の都市部のすぐ近郊に、ハウスデスバウです、ドイツ語で言うの意味で言うと森の家っていうところがあって、でそこ行ったらなんかこう僕がイメージしてたところにすごく近かったものはまだあるんですよ。もうあるじゃんと思って、で週末になるとみんなただ単にご飯を食べに来たりだとか、でそのきっかけで森のことを知るようになったりとか、あと指導者の育成のトレーニングのシステムがあったりだとか、で普段も幼稚園の団体が遊びに来てたり小学生の団体が遊びに来てたりっていうのがあって、あなんかもう あるよねってだから僕がイメージしてたこと全然間違いじゃなかったし、じゃあこれ連携のね、まあ、きっかけもあるし、じゃあこれやろうよって話をしたんですよ。最初言った時はなんかもう夢物語だったのかもしれないけど、ドイツと その連携であったりとかそうしたものの中でなんかつながりが自然とこう運が回ってきたというか、でドイツの連携は連携で何かこう成果求められるじゃないですか。でいやじゃあそういったセンターができること自体やっぱり成果にしていったらどうかなっていうふうに思って、なんでしょうかね。でもモリモリしてきましたよね、時代がね。だいぶ昔は森の幼稚園って言ったらはぁみたいな感じだったろうけども、最近はよく聞くし、森の空間利用みたいなこと、あれモデルで子供を育てるとか体験とかって言って結構こうすんなりとこう来ますよね。小さいというか本当好きだ、もう埼玉の雑木林と田んぼとがある。でうちの庭もちっちゃいけど庭があったんですよ。基本そこでしか遊んでないんですよ。もう常に外で遊ぶね、あんな感じで常に子供たちと遊ぶ。で虫を捕まえてきたりとか、もう春夏秋冬全部虫を捕まえて回る。小さい時そういう動物はやっぱりすごく好きで、でその時そういう動物の仕事って多分ないから、ムツゴロウさんっているじゃないですか。ああこういうのになりたいなってすぐ昔から思ってて、で冬は冬で冬眠してるザリガニをこう田んぼを穴掘って取るんですけどね、楽しいんですよ。それは釣るよりも楽しくて、いつ挟まれるか分かんないからドキドキしながら子供をこうじっとしてるんだけど、起こされて怒って挟むんですよ。でもこれ挟まれた時にびっくりしてピッて引くと腕がもげちゃうから、全部欲しいでしょザリガニ。だから痛いけど少しずつこうやってこうそんなのって普通のゲームなんかよりもよっぽど楽しかったんでしょうね。僕らの時代もちょうどテレビゲームが出始めだったけど、それも外で遊ぶとずっと面白かったんですよね。子供ってやっぱりすごい想像力いっぱいあるから、先に答えとか先回りしないっていうのは僕らのやっぱりすごく大事にしてることで、で失敗しないように、失敗しないようにこうした方がいい、ああした方がいいよじゃなくて、失敗することがすごく大事なこう学びと成長のきっかけになるし、失敗しないかもしれないんですよ。僕らが予想以外の大人でも気づかないようなことをどんどん作っていくかもしれないし、でそういうことを可能にする場所ってやっぱり森ってすごく完璧だなって僕は思っていて、大人が用意した空間ってやっぱり予想できそうなことしかできないような、でも森ってもう一つとして同じ素材はないですよね。枝だって全部違うし、なんかそういうものってもう際限なくこう子どもたちのクリエーションっていうか、その想像力をクリエイティビティもなんかものすごいこう引き出してくれるんじゃないかな。でそれをわざわざ大人が中断するっていうかね、ストップかけるんじゃなくて、
それをこ うまくこう応援できるような、あいいねとかでどうしても困った時だけサポートしてあげるぐらいの方が実はいいのかなと思って、でも子供の泣くって、要はコミュニケーションっていうか言葉なのかなと思う。でもそれはあの大人の泣くとは多分全然違うと思うし、すごく面白いなと思うのが、僕らも最初かな、最初の方はもし毎回泣いてる子供は気になってたかもしれないけど、ふとそういうタイミングで見ると子供たち反応してないんですよ、周りの。でも本当に、そうそう、本当に真剣な時、あの支えが必要な時って子供らも必ずわって反応して、泣くっていうのもいろんな泣くがあって、困ってて助けてほしい時の泣くと一つの言葉としての自己表現としての泣くって全然違うんだろうなと思ってて、いかにそのリアルなものを子どもたちが、要は言葉以外のもので察してるわけですよね、多分ね、その周波数なのかオーラなのか分かんないけど、でもそういうものをにチャンネルを僕らも合わせていこうねっていうスタンスでいるから、なんかそう、多分最初見た時はなんでいかないんだろうって思うかもしれないけど、あの行く必要のある泣いてる時とそうじゃない時ってあるんだなっていうのはありますね、うん。まあ、あとはもう一つは泣いてる子供たちですぐ行っちゃうとよくありがちなのが、ほら、どうしたの、誰がやったのって大人は原因を知りたがるでしょ。であのそれで納得したいんですよ大人は。けど子供は別にその納得する云々じゃなくて、それを表現していたいとか、まあ、分かってほしいなのか、あるいは自分がそこから溢れてるこう一つの表現、誰に別に分かってほしいじゃないけどもこう溢れてるだけの感情がある時もあるかもしれないし、で誰がやったの、じゃああの子どうだろう、謝りなさいみたいにやっちゃうけど、それって、全てのどの大人にとっても子供にとっても誰にとっても、もうハッピーじゃない。まあ下手すると大人は納得して、あこれでいいことしたって言ってすっきりって言って終わっちゃうかもしれないけど、これ子供にとっては何の解決にもなってない。でダンゴムシなんかで、森の幼稚園なんかで、泣いてる子行った時に、まあ何かあったんだろうなとか、あるいは実際にその現場見ててもその後子供たちがどう解決するかっていうのをしばらく、まあ、観察するんですよ。で解決、僕らが驚くような解決の仕方してたりとか、予想外の、どうしても子供って弱いものって考えがちだけど、実は僕はそうではないと思っていて、あと未熟なものとも思っていなくて、あの例えば年長さんが年少さんに慰められることもあるわけですよね。でそういう関係性っていうのをあのなんか保ちたいなって思うし、それが自然に僕らが最初から知ってやってたわけじゃなくて、長年そうやって子どもたちと一緒に向き合って、そのチャンネルに合わせてなんか観察したりこう学ばせたりしてもらった時に得てきたものっていうか、昔ほら一人の子供を育てるのに村全体が必要だってよくね、そういう言葉があるけど、あのやっぱり親だけで子供を育てるって絶対無理な話だし、親にとってもそれも子供にとっても幸せなことじゃないと思ってて、やっぱりみんなで子供を育てていくってすごく大事。野生動物見てもね、猿もね、みんな群れで子供のグループをこうそうね育てたりするから、でそれ一人ずつ違うと思うんですよ、その感じ方も見えるものも。森にはそれぞれいろんなこう窓が開いてて、僕に合うこう入り口とね、違う他の人にこう他の女の子、おじいちゃんおばあちゃんに合う、個人でも違いますから、だからそれをこう感じ取ってこうどんどん世界が広がっていくんじゃないかなと僕は思います。で隣見たらみんな楽しんでるよね、楽しそうにしてるよね、なんかいいよね、そういうことがすごく幸せになってくるきっかけになるんじゃないかなと思いますね。まあでもまだまだキリがないから、多分もったいない症じゃないけど、まだまだだからやめられないでしょうね。あの分かったって絶対思ってないし、まあ、分かんないじゃないですか子供なんて。で自然も分かんないでしょ、両方予測不能だし全部違うものなんで、多分永遠にそれって分かんないでしょうね。だから面白いんでしょうね、何が起こるか分かんない、そんなことやってんのってことか、なんかそこが楽しさなのかもしれないですけど、まあいろいろあるんですけど、一つはやっぱり01、もう今までの森とほとんど関係ない人が1に
つながるようなきっかけ作りたいよねっていうのがずっと今言ってることなんですよね。その対象も全ての人というふうに今イメージしてます。でやっぱり森の幼稚園は限られた子しかなかなか来れないじゃないですか。親が理解があって、まあ普通の保育園幼稚園よりもやっぱり手間がかかるんで親さんもある程度余裕がないと。だけどじゃあそれでいいのかっていうと、ほんの90何パーセント以上はもうほとんどがそれ以外のとこに行ってるわけで、じゃあほんの一握りの人だけじゃなくてもっといろんな人が森のこの豊かさを享受してもいいよねっていうのでなので公教育に対してのアプローチをどんどんしていきたいなと。まあ、もう教育というか、まあ、保育園、まあ、私立の保育園から、幼稚園とかで小学校、中学校であと、特別支援だとか、まあ、ハンディキャップのある人も含めて全ての人が森をこう楽しめるきっかけの場所になっていきたい。でそうなった時にやっぱり人がそうやって集まっているところに行かないと理解してもらう人しか来るだけじゃなくて、やっぱりもうすでにある場所に僕らが森をこう紹介しに行くっていうようなそういうこうプロジェクトというか活動をやっていきたいなと思います。多分ハッピーになるんだよねこれからの持続可能なってよく言葉で言ってるけど全然解決につながってないような気がするんだよね。僕の中ではやっぱり森の中に毎日入っていく中でもともと森から来た生き物なんだからもう一回ちょっとリセットしに行くでその中で森でいろんなことを学んでいくうちにじゃあ自分はじゃあ仕事の現場でどうしていったらいいかとかこれからどう生きていこうかとかじゃあ社会をどうしていこうかとか子どもたちをどう育てていこうかっていうのがどんどんこうなんだろうな問題解決の方向に行くんじゃないかなと僕は思っていて、やっぱりこうだいぶいろんな問題が出てきた今の世の中の中でもう一回原点に戻るにはもともといた場所に近いところにいた方が多分いろいろ解決できるんじゃないかなっていうふうに思って、だから森からいろんな解決をしていけるようなきっかけになったらいいなと思うし、うん、なんかみんなはそうやって自分らしくハッピーでいられるような空間だと思うのでそこをもっともっと広めていきたいし、みんながハッピーになったら社会もハッピーになるよねっていう